Bye bye, blushing. よし、見えるよ。こんにちは、ようこです。今日は7月の26日の日曜日になります。皆様いかがお過ごしでしょうか。日本では大雨が降って水の災害に、ね、遭われている地域や、また新型コロナウイルス感染症が拡大しているということですので、どうぞ皆様お気をつけください。で、先に見ていただいた動画なんですけれども、1週間前の日曜日に私が自宅から、ね、撮影した動画なんですね。で、私の住むこの住宅の下には駐車スペースがあるんですね。まあ、一般の方も止めれるスペースで、まあ、有料なんですけれども、で、まあ、そこに止めていた、まあ、1台の車が、まあ、違反をしているということで、まあ、警察によりレッカー車で移送されているんですね。で、その車は、まあ、一般車両が止めれるところに止めていたんですけれども、どうも隣接していた、まあ、障害者の方が止めるスペースにまで及んで駐車をしていたということで、それで、まあ、違法に当たるということでレッカー車で、ね、運ばれているんですね。どうもね、なんかいろいろな違反金とか、あとレッカー車代とか入れて、まあ、400ユーロ、まあ、日本円で4万2000円ぐらい、ね、支払わないといけないということなんですけどもね。まあ、そのように、まあ、このドイツでは、この、身体障害者の方、まあ、障害者の方に対してのね、まあ、そういったね、まあ、駐車場のスペースが設けられていたり、または、障害者の方においては、まあ、自動車税が免税になったり、まあ、医療費が、まあ、向上になったりとか、まあ、いろんなね、支援が受けれるように、まあ、社会福祉が、本当、充実しているんですね。で、まあ、その元になっているのは、やはりドイツ自体が、まあ、ナチスの統治下にあった時に、まあ、優生思想ということで、まあ、身体障害者または精神障害のある方々を、まあ、殺処分していたということが、ね、過去にあったので、まあ、それが元で、ね、やはり、まあ今の、ね、このドイツの、ね、社会福祉の充実が、ね、になっているということなんですね。で、まあ、この障害者の方なんですけれども、まあ、身体障害っていうこともあれば、精神障害ということもあって、まあ、身体障害であれば、例えば、まあ、生まれつき、まあ、体が不自由であったり、また後天的にね、病気とか、まあ、怪我、まあ、事故によって体が動かなかったり、まあ、病気においてもね、まあ、病気によるんですけれども、例えば糖尿病でも、まあ、合併症により、まあ、腎機能が、働かなくなって、で、まあ、透析導入している方や、また、まあ、血管障害で、まあ、足を、ね、まあ、切断して、まあ、車椅子で生活されている方なんかもいらっしゃいますよね。で、そういう方においてはもう糖尿病であっても、まあ、身体障害者という扱いで、まあ、そういった、ね、支援、福祉支援を受けることができるんですね。また心疾患においても、まあ、重症の方の場合は、ね、もうペースメーカーなんかも、ね、植え込みとかされているので、そういう方々も身体障害者として、まあ、支援を受けることができます。で、まあ、その他に筋肉性の、ね、疾患で筋縮性側索硬化症という、ね、ALS という病気があるんですけれども、まあ、それは全身の筋肉が衰えて動かせなくなって、まあ、最終的には呼吸不全で亡くなるという、ね、難病なんですけれども、そういう方々も、まあ、身体障害者という扱いになるんですね。で、まあ、そういうことなんですね。まあ、その他に、まあ、精神障害においては双極性障害や、またうつ病、また発達障害なんかも、まあ、やはり身体障害者ということの枠付けになるんですね。で、まあ、そういうことなんですけれども、で、まあ、このね、身体障害者の中にこの筋萎縮性側索硬化症 ALS という病気があるっていうことをね、お話しさせていただいたんですけれども、まあ、これに関連してなんですけれども、先週なんですけれども、まあ、日本で ALS の患者さんに対して、まあ、2人の医師が、まあ、安楽死と思われる、まあ、ご本人がね、まあ、それを希望して、まあ、二人の医師に依頼をして、で、まあ、死に至ったということで、まあ、二人の医師は嘱託殺人ということで、まあ、逮捕されているんですね。まあ、これについて、まあ、お話をね、させていただきたいと思います。まあ、私も看護師で、まあ、多くの、まあ、ALS 患者さん
と関わらせていただいた経緯もありますし、また現在私ドイツに住んでいまして、じゃあドイツでの、この安楽死はどうなのかっていうこともね、お話をねさせていただきたいなと思うんですね。で、ちょっとね厳しいね重いテーマになるんですけれども、でも、この事件っていうのはやはりね、本当こういうきっかけがなかったらなかなかね、この表に出ないね、テーマなので、今回ちょっと私もね、思い切ってお話をね、させていただこうと思います。ちょっとね、不快に思われる方がいらっしゃいましたらね、申し訳ないということで、今の時点でね、ご了承いただければなと思います。で、この患者さんなんですけれども、京都にね、在住されていた患者さんで、年齢が51歳で、独身の方で、一人で、介護サービスを受けながらね、自宅で、療養されていたということなんですね。で、ALS の病気に、発症してからもう9年が経っていて、で、もう、自分で体が動かせない、おそらくもう寝たきりの状態で、で、声も出せても話すことはできなかったと思うんですね。で、意思の疎通としては、今、目の、この動きで、感知して、コンピューターで意思を伝えるっていうね、そういったね、機械があるので、それを利用されていたようなんですね。ですから、基本も24時間、一日中、ベッドで、安静をとっていたような状況で、体をね、自分で動かせないような状況だったということなんですね。で、しかも、飲んだりとかするね、こういう嚥下機能もね、筋肉がね、どん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 衰える病気ですので、できなかったということで、胃からね、胃ろうというね、チューブを通して、そこから流動食とか、栄養剤をね入れて栄養摂取していたということなんですね。で、この方が9年間、この闘病生活を行われていて、でもうやはりね、もう苦しい状況だったと思われるんですね。多分、呼吸もしにくいですし、で、あとは、自分でね、身動きもできないと。で、もう、あと、まずこの ALS という病気自体が、やはり、この精神症状もね、不安定にさせるっていうね、症状もあるので、どうも、日頃からね、死にたいっていうことをね、介護士さんとかにもね、お話をね、されていたっていうことなんですね。で、主治医にも話したんですけれども、その安楽死というね、処置はね、取れないということで、で、その人が、最終的に、SNS を通じて、2人の医師と、出会い、その2人の医師が、その安楽死をね、施行するというね、形になったんですけれども、ただし、この今の日本では、この安楽死というね、処置は認められていないので、この医師が行った行為は違法なんですね。ですから、嘱託殺人という疑いで現在逮捕されているんですね。現在取り調べ中ということなんですけれども、でも私はこのね、話を、ニュースで知った時には、わあ、すごいなってやはりちょっと感じたんですね。この患者さんに対してもそうですし、その実行したね、医師に対してもね、感じたんですね。患者さんにおいては、私もね、これまでに、医療現場や、以前、医療機器を扱う会社に勤めていたこともあって、そういったね、多くの患者さんに、ALS の患者さんにね、関わらせていただいてね、経験があるんですね。で、私はね、その医療機器の会社なんですけれども、酸素療法と、あと、マスク式の人工呼吸器、人工補助装置を扱う会社で看護師をしていたんですけれども、病院に出向いたり、または在宅に出向いて、呼吸障害、例えば、呼吸器疾患のある方ですね、COPD とか、あとは、肺がんの患者さんとか、あと他の患者さんで、終末期の方とか、あと、そういったね、ALS の患者さんですよね、筋肉の、がどんどん動かなくなるような病気の方の、重症な呼吸な状態の方に対しての、治療というかね、そ、あの対応するね、機会ですので、そういう方々に接する機会が多かったんですね。中でも ALS の患者さんは、結構多くて、で、私もね、3年ぐらいの在職の中で、5、6人はね、関わらせていただく機会が多かったんですね。
で、ALS の患者さんなんですけれども、大体男性が多いっていうことなんですけれども、大体私は半々ぐらいの患者さんと関わることがあったんですけれども、年代はね、大体50から70代の方がね、多かったんですね。で、進行状態もね、もう本当人それぞれで、で、進行、あの、まあ、発症してから進行してね、間もない方もいらっしゃれば、結構緩やかに、進んでいって、どの患者さんももうちょっとね、日常生活で酸素なしでは生活できない、または、息苦しいと、で、苦痛があると、で、またね、自分で呼吸するのがしんどいので、何らかのね、補助装置が欲しいということで、医師の、処方のもと、そういった方々の、入院されている先や、在宅にね、出向いてね、その機械のね、設置や導入をね、させていただいてて、いただいてたんですね。で、本当にね、患者さんはもう進行状況がね、本当それぞれ違うんですね。でも発症は大体もう皆さん手足がね、初めこわばったりとか、うまく動かせなくなったとか、つまずきやすくなったとか、今までね、カラオケ歌ってね、歌えてたのにそれがうまく歌えなくなったとか、本当初めはそういう症状から始まって、もう数ヶ月後にはもう自分で自由に動けなくなったって、もう息苦しさも苦しいし、でも食べるものも食べれないっていう状況に陥る方もいらっしゃったりとかで、もう本当にね、思いもよらぬ、もう原因がやはり分からない病気なので、もう急にね、もうこの難病が自分の身にね、降り立ってきたということでね、すごくね、ショックを受けている患者さんがね、やはり多いんですね。で、その中、体はどん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 自分で動かせなくなるにもかかわらず、でも意識は明瞭なので、自分の進行状況も分かるし、自分が今後、どうなるかっていうこともね、皆さんすごくね、分かってらっしゃるんですよね。ですからね、本当にこの京都のね、この今回の事件の患者さんもね、すごい苦しみだったと思うんですよね。もう9年間すでに闘病生活を送られていたので、すごいね、この生きるとか死ぬとかの葛藤がね、あったと思うんですね。で、私は、その息苦しい患者さんに対して、その酸素吸入と、あと人工呼吸器、マスク式の人工呼吸器を設置するっていう、導入するっていうことなんですけれども、でもその機械を使える期間もやはりね、数ヶ月とか、もうそういう単位なんですね。で、もうどんどん症状がね、こう重症化してくると、もう使えなくなってくるので、最終的にはもう気管切開をして、ちゃんと空気をね、受け入れれる、呼吸補助装置も人工呼吸器のね、設置になるんですけれども、でもそこはやはり、患者さんの意思や、またね、ご家族のとの、意思とかも尊重して、決めないといけないことなんですね。やはり人工呼吸器をつけるということは、その症状は緩和されても、やはり数年生きるっていうことにもなるんですね。ですから、患者さんによったら、そういう状況で何年も生きたくないと思う、でもうそれは苦しいと、で、それを使ったからといってね、呼吸がね、楽になるかって言ったら、そういうわけでもない患者さんもいらっしゃるんですね。ですから、そこは、で、もう一回呼吸器をつけたら、早々にやはり今の日本の法律では、外せない、こういうね、倫理的なね、法律があるんですね。ですから、もう人工呼吸器をつけるっていうことは、本当にご本人の覚悟とご家族の覚悟が必要なんですね。ですから、そこで十分な、本人の意思の尊重なり、家族の、思いとかも組み入れて最終決定を下すんですけれども、そういうね、状況の中、私も立ち会うことも何回かあったんですけれどもね、本当に厳しい選択なんですよね。で、意識は明瞭なので、もう、残酷なね、病気ですよね。もう自分は、もう自分の先だけもわかるし、本当に苦しいし、どうにもならないと。で、例えば、知覚はあるので、痒くても自分で書くことすらできないんですよね。で、もうどうにかしたいっていう気持ちがあっても、体はもう本当に自分のものではなくなってくるので、ですから本当苦しい病気なんですよね。でも、今のこの日本の、医療現場においては、やはり、その人工呼吸器をつけるかつけないかの選択をするか、もしくは、症状が悪くなってきたら、もう緩和ケアというね、痛みとか苦しみを取るような、その薬で、和らげていって、
って、まあ、その終末期を迎えるという、ね、選択肢のみになるんですね。でもう積極的な治療っていうのはないんですね、まあ、その難病なのでそういう薬はないんですよね。で、でその安楽死という選択肢は今日本の法律においては合法化されていないので、まあ、今回の患者さんのように、まあ、主治医に言って、で例えばもう自分はもうこれ以上苦しい思いをしたくないとで、まあ、緩和ケアを受けるよりも自分の意思の選択ができるうちにもう今の段階でね、もう自分 の, あ の, この自分は終わりにしたいっていう、ね、まあ、でそれで措置を受けたいっていうこの安楽死の措置は、ね、受けれないんですよね。ですから、まあ、この京都の患者さんにおいても、まあ、いろいろ多分もう思いがあって、まあ、いろいろな、ね、まあ、ことも調べられて、で、まあ、日々こう、まあ、死にたいという気持ちも、ね、膨らんでいったようなんですね。で、まあ、どうも、ね、なんかスイスでの安楽死も希望されていたようなんですけれども、やはりスイスの安楽死となるとまあ、スイスでは、ね、外国人もこの安楽死が受け入れるということで結構まあ日本人なんかでも、ね、利用されている方もいらっしゃるということなんですけれども、でもその患者さんにおいては、まあ、付き添ってもらえる方がいらっしゃらなかったのか、まあ、もしくはもうそのかなり症状が、ね、進んでいて、まあ、飛行機に乗ったりとか、あと移動するっていうことも難しいですよね。あとまあそういう書類を、まあ、意思の疎通をね、こう自分がその受けるまでそのスイスでね受けることがやはり難しい状況だったようなんで、まあ、今回はこの SNS を通じて、まあ、この二人の医師と出会い、まあ、二人の医師はその気持ちを受け取って、でまあ、そのまあ報酬は、ね、まあ、150万とか130万とか言われていますけれども、まあ、一つの仕事としてまあその受け負ったということなんですね。で、まあ、この話を聞いて、まあまあ、この患者さんの、ね、やはり、ね、気持ちも、ね、分かるんですよね。もう若くてもうすでに9年以上 もう糖尿病生活をしていて、もうあとで残された道っていうのはもう人工呼吸器か、もしくはこの苦しくなるのを、まあ、緩和ケアで和らげていって、もう死を待つしかないってなった時にやはりもう精神的にもう耐えられないと思うんですよね。で自分で死ぬにも例えば自殺する方法はあるんじゃないかと思うんですけども、でも自分でも体を動かせない状況なのでどうにもならないですよね。で例えばその、まあ、経管栄養で、まあ、そういったものをね、まあ、摂取しなければ栄養不良で亡くなることができるんじゃないかと言っても、まあ、24時間介護士がついていてちゃんとそういうねちゃんとまあ処置を受けている間もね監視されているわけですよね。で医師においてもそれをまあ患者さんが医師の立場として、まあ、そういう経管栄養を摂取するように措置を取るっていうのも、これに反する措置を、まあ、やめてしまうとこれもやはりね自殺幇助という形になるので、そういうことも取れないっていうことで、結局この患者さんにおいてはもう死を選択する選択肢はなかったっていうことなんですね。でまあこの2人の医師によって、まあ、その希望が叶えられたということなので、まあこれはまあある種ね尊厳死と言えるのではないかなと私はちょっと看護師の立場では思うんですけれども、まあ今後ね、まあこの医師によってまあいろいろなねことが明るみになってはくると思うんですけれども、でもこの尊厳死とか安楽死という部分でフォーカスをすると、やはり今後ねまあ私たちなんかももっとねこの安楽死とか尊厳死についてはもう一般の人たちにおいてももっと周知してもらって、もっと法律化していく、まあ、何らかの措置をねこう設置していく必要はあるんじゃないかなという時期にも来ているように思うんですね。ではじゃあドイツではどうなのかっていうことなんですけども、ドイツでもまだこの安楽死尊厳死は合法化されていないんですね。で2015年にこのドイツにおいては、まあ、国会で自殺幇助を禁止する法案が、ね、可決されたんですね。でそれまでは、まあ、ドイツにおいては自殺幇助をする教会があって、まあまあ、金銭のやり取りはあるということなんですけれども、まあ、重症な、まあまあ、終末期の患者さんの希望において、まあ、そういった、ね、安楽死の措置を、ね、行っていったということなんですけれども、この法案の可決によってもうそれが、ね、できなくなったということなんですね。でそれにより、まあ、現場の医師やまたはその
まあ、自殺ほう助をする、まあ、あのそういった教会や、また、まあ、あの患者さんですよね、まあ、あのかなり重病な患者さんたちがやはり、まあ、これはおかしいのではないかということで申し立てを立てていて、まあ、今年なんですけれども2020年に、まあ、あのこのドイツ の, あの連邦裁判所は、まあ、職業上の自殺ほう助を禁じる、この2015年 の, あの法律案は、まあ、これはね違憲に当たるのではないかとしているんですね。で、まあ、末期の患者さん の, あの死にの、まあ、この自己決定権を奪うことになるので、これはね違憲とね、あのこの判断をしているんですね。ですから今後このドイツもこの自殺ほう助、まあ、安楽死というのが、まあ、合法化する、まあ、合法化されても金品 の,、まあ、その授与やり取りはないということで、まあ、進んでいく可能性はあるんですけれども、今のところまだねこの審議が問われているような状況なんですね。ですから、まあ、このドイツにおいては、まあ、この安楽死を希望する、まあ、重症な、ね、患者さんなんかはどうするかといったら、まあ、近隣で行われている、例えば、まあ、スイスに行ったりする患者さんが多いということなんですね。またね、このイギリスにおいても、まあ、あのイギリスでもこの安楽死というのが認められていないので、まあ、合法化していないので、まあ、スイスに行って措置を受ける方が、ね、多いということなんですね。ですから、まあ、このドイツでも、まあ、この法案がね、まあ、安楽死の法案が、まあ、自殺ほう助というのが認められるようになれば、まあ、わざわざね、他の国に行かなくても、まあ、もっと、まあ、手軽にって言ったら変なんですけれども、もっとね、この患者さんのね、意思を尊重したね、まあ、治療の一つ、まあ、選択肢の一つとしてね、まあ、医療のあり方もね変わってくるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ今ねドイツでもねこういう現状なんですね。で私も 2,3 年前に日本人の若い女性で難病を患っている方で、でその方が、まあ、日本ではこの安楽死の措置が受けれないということで、まあ、家族と話し合ってスイスにで、まあ、この安楽死の措置を受けられている方がいらっしゃるんですね。まあ、もう難病ということで、もう自分の、意思があって決定できるうちに何とかしたいということで、で、それで、まあ、もう今は亡くなっていらっしゃるんですけども、そういう方もね、現実にいるんですね。で、まあ、このドイツや、まあ、日本においてもね、どん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 高齢化が進んでいて、で、まあ、高齢化であるっていうのは、まあ、要するに、まあ、いろんな治療を受けれるようになった、またはね、まあ、栄養的にも良くなったということで、まあ、人間の寿命が伸びているっていうのもあるんですけれども、やはり、この、だからといって自分で、その、すべて自立した生活ができる人ばかりであるかどうかっていったら、そういうわけではないんですよね。で、まあ、例えば、高齢者施設なんかでも、もう本当にもう認知症が進んでいて、で、しかももう、自分で四肢は動かせないと、で、もう寝たきりの状態で、で、もう意識もはっきりあんまりしないけれども、でも心臓は動いている、まあ、生きている状態だから、まあ、経管栄養なり、まあ、介助、看護師や介護士さんによってね、食事を提供されて、で、まあ、栄養は確保されて、でも、まあ、排出すらもね、自分も機能が衰えているので、まあ、無理やり浣腸とかね、滴便をして、で、まあ、それで日々を過ごして、まあ、何十年もそういう施設で、生活をされている方がいらっしゃるんですね。で、それを見たときに、もう本当にね、生きるってどういうことなのかなと、でも、まあ、ひょっとして、まあ、本人は、まあ、判断できなくても、ご家族の方がそれを希望されているんだったら、まあ、それも一つのね、まあ、そういう措置をすることで、まあ、生を生きるということもすごくね、必要なのかもしれないんですけれども、ただね、もうこういうのってどうなのかなって、私も実際ね、そういう現場で働いててね、疑問に思うところもね、やはりね、感じていたんですね。で、まあ、今回ね、この二人の医師がしたことは、決して許されることではないんですけれども、まあ、どんなね、医療従事者も、まあ、私も含めて、まあ、そういう現場を見るとね、やはりね、医療のあり方とかね、考えさせられていると思うんですね。まあ、今後ね、まあ、この日本においても、ドイツにおいても、この自殺ほう助ですね、安楽死においては、まあ、どうなっているのかね、まあ、
まあ、そういうことなんですけれども、まだこの新型コロナウイルス感染症が、まあ、現存していてね、拡大している状況ですので、皆様どうぞご自身で感染しないようにご注意ください。感染予防にお努めください。今日もご視聴ありがとうございました。